今回のマキオの優勝者には、マキと一日遊ぶ日程を決める権利がプレゼントされます。はい、なので、今日はこの3人でマキと一日遊ぶ日程を決める権利をかけて戦っていきたいと思います。はい、はい、せーの、ヘコセロ。第1問、一番好きな食べ物は？幅広くね、舐めてるよ舐めてるでしょ。一番好きなもんですよ。でも分からんよ。でも好きなもん多いよね、意外にも好きで。そうだね。皆さん開けましたか？はい、はい、それでは見せていきましょう。みんなで一斉に出してください。せーの、バーチーズ。私が好きな食べ物は、チーズ。そりゃそうだろ。エンジェル。じゃあ次の問題いきます。はい、自分を動物に例えるなら何？私が私自身でどんな動物だと思っているのか、自分のこと。はい、もう絶対にこれって言ってたもんだって、自分で。この前でも私言ってた気がする。言ってるこれ言ってる。さきさんから。ナマキモノ、はい、なんか食べるスピードとかめっちゃ遅いから。確かに、はい、なるほど。じゃあ私行こうかな。はい、ナマキモノでーす。なるほど。でもこれは私はマキがあくびを我慢する時の顔がナマキモノに似てるなと思ってナマキモノにしました。じゃあ答えいきますよ。茶色い芝犬です。やったよ。絶対なんで？あ、絶対動画用です。今の、ね、違います。絶対そんな一回も言ったことないです。でもしかも茶色っていうね。弁解させてください、はい、確かに怠け者は言ってました。だけど怠け者って認めたくなくて。ほら、はいはいはい。ちなみにどんなところが芝犬ですか？なんか尻尾振る感じ。そうでもそれはある。やったあるっていう感じですね。いやでもまあ、でも8割ナマケモノ。いやそれな、8割合ってるよ。ゲセな全然ゲセぬ。じゃあ次の問題いきます。最近よく聞く曲は？さあ皆さん答えてください。最近ってどのぐらい最近の話ですか？私結構ハマったら結構長く聞くタイプなので、もう言うても1ヶ月くらい。人の名前でいいですか？そうですね、人の名前。曲名はさすがに分かんない。と曲名まで当てたらちゃんと1点。え、全然分かんないんだけど。人だけ当てたら 0.5 あげる。いいですか、皆さん書けましたか？はい、じゃあ次かなちゃんからいこうかな。全然自信はないけれど、じゃあ皆さんのハレンジ。あ、なぜならば私が歌ってみたを出した時に一生歌っていたからです。ああ、なるほどね。確かになんかね、はい、誰かが歌うと歌いたくなっちゃうの。確か3日4日引きずって歌ってたから。そうでしかもちょっと歌詞違うの。あーちょっと歌詞違うの。それはちょっと可愛いなと思いながらずっと聞いてたから多分歌ったけど。なるほどね。じゃあ次みくちゃん。はい、バウンディーさん。おー、バウンディの幸せ。あ、幸せ、なんかしわ合わせみたいな。あ、なんて気がするの。それを見たの最近、一緒にその動画を。じゃあ答えいきます。はい、ちゃんみなさんの美人です。好きなものじゃなくて。ちょっと待って待って。怖い。待って、怖い。なんで？あ、質問いいですか？はい、どうぞ。はい。はい、え、それはお菓子系ですか？それともご飯系ですか？ご飯系です。なるほど。違うじゃん。じゃあ違うな。待って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 。思い出して。私待って、何食べてきた？これから今まで。それで。
もいます。これを食べてない人もいるってことはいはい、あの来たな、これやばい、書きました。全然わけあんない、届きました。さあ皆さん書きましたでしょうか。はい、私はさっきのあのマキからのヒントを得てこれにします。世界なんて終わらせないと言って魔法少女になる。おー、怖い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 。私ご飯を聞いとんのだから、うん、世界を終わらせなければいいでしょ。なるほどね、最後のご飯なんてない。そう、無難に肉。いやだよね、待って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 、しかもなんかさ、おまけおまけの2つみたいなのに、チーズご飯何チーズご飯です。その保険よくないな、なんかな肉だけ肉ね。なるほどなるほど。くださくちゃん、はい、ママの豚スープ。うわあ、ずるい。いや最後の日がママの手料理しちゃう。まあ確かに。で、なるほどね、マキはそういうことを答えることになった。確かにそうだね。そうだよね、マキはそういう子なんですよ。愛がある子だもんね。愛のある子なんで。そうだよ。じゃあ答えいきますよ。はい、お願いします。絶対に唐揚げ定食です。肉肉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 一番好きなところは。エッグシェルド。はい、これ当てたら2ポイントあげる。うわー、どっち行くかだよな。感動系か面白系か。ちょいおもろ。ちょいおもろ。ダメなところも全部受け止めてくれて、いつも笑顔がバナナで、クセルが大好き。長い気づいたらハモってて、ハモってるのは歌とか、そうだね、なんか言葉、うん、なんとかみたいなあるよ、たまに。同じタイミングで発言する。そう、ハモっててって言って、ダメなところも全部受け止めてくれて、いつも笑顔が絶えないクセルが大好き。言いそうだわ。なげ。答えをいきます。はい、私のしょうもないボケを程よくスルーしてくれるところです。来たね、これすごい、すごい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 ドキドキ。みんなドキドキ。2人でいる時とかに私は基本無視するじゃん、全部。そう、うん、なんか横で歌ってたり、なんかで私が反応するまで私の顔を見ながらやってきたりするんだけど、あ、これいいんだよなみたいな。なんかこの反応されない感じがすごいド M じゃん。ということで、さきちゃんに2ポイント。せーの、セクセー。次が最後の問題です。何何言った？何言った？3な言った。いやー、燃えるね。燃えてきた。3な言ったは燃える。ということで最後の問題いきたいと思います。はい、はい、マキは今から画面に向かって何をするの。はいはいはい、もうもうもう、そういうやつね。なんでしよう。それはね、マキ降臨させないと無理だよ。私一番降臨しやすいから。
じゃあ最初みきちゃん。好き好き、ふわふわ。上目遣い。上目遣い。あやるわ。うわだって今日茶色しか変とか言うぐらいだから。言ってた女。そっち系のスイッチ入ってる可能性ある。うわちょっとしくったかもしれない。ああちょっと路線違うわ。出らす。はい、ということで全問題が終わりました。やー今回の巻を優勝者はドゥ